滋賀って開発もあって、うん、まあ、マンションだったりとか、滋賀の線がどういうライフスタイルとか、ね、どういう街なのか、今は、っていうところを、ぜひちょっと見ていただいて、まあ、Google らしく紹介したいっていう。おー、なるほど。はい、その一つね、ラインアカウントで運営してる、B ラブマンションライフっていうアカウントがあるんです。マンションライフについての、まあ、無料で、まあ、なんあのオンラインセミナーとか勉強会、例えばマンションで伺ってて、どっちがいいのとかは、ああ相談できるってことですか、住みたい人とか。違うと、まあ、あるコミュニティというか、オンラインセミナーやったりとか、ぜひあの、これはちょっとぜひ、Google を継続させるために登録していただきたい。皆さんがもう、はい。お願いいたします。LINE の登録しないですね。そうです。それもお願いします。お願いします。いいもんです、これは。はい。ちなみに今、めちゃめちゃ暑いのは、ナルセは天下を取りに行った。はい、はい、はい、はい。ご存知でしょうか？いや、見ました、見ました。本屋大賞。本屋大賞が舞台で、はい。もう本当に本屋大賞が書籍部門の15巻みたいな感じで、めちゃめちゃ今、はい、の賞を取ってる。おぉ。めちゃくちゃ今人気がある。読みました。今、スタンプラリー。うん、ちょうど成瀬は天下を取りに行くと、うん、あと続編の成瀬は信じた道を行くの、はい、ゆかりの地を巡る、はい、あの聖地巡礼スタンプラリーっていうのを滋賀県でやってまして、はいはいはい、これに乗ってデートするなんて最高の、いや、そういうことやってましたよ、成瀬は最高やと思う。13カ所あのスタンプラリーあるんです。卵付きの美味しいから。あ、卵付きなんですか、うん、これ日持ちするんですよね。ちなみにここにも成瀬がいますので。あ、本当だ、はい、なんかクリオファイルあるじゃないですか。あ、え、しかも島崎じゃないですか、隣。え、どっちが？こっち。あ、こっち島崎か、うん、島崎。うん、はい、うん、まい、めちゃくちゃ牛の、うん、あ、出汁が、出汁というか肉汁が。さあ、というわけで、ちょっくら移動しまして、はい、これゼゼ駅だそうですよ。ここが地元ですよ、成瀬の。いや、まあ、私今日ここから来たっていう気持ちで、ゼゼからね、ゼゼから世界へ。思ったよりなんか綺麗な、綺麗、全然綺麗。もっとすごいドローカルな、うん、なんかね、もう路線しかないみたいな、1個ぐらいしかないぐらいの、うん、だ結構栄えてますね。綺麗ですよね、広いし、うん、なんかローカルも綺麗ですし。ゼゼはね、いいとこですよね。来たことあります、ゼゼ。ゼゼ来たことあるっていうか、この仕事では来るんですけど、プライベートはね、ゼゼってすごくね、はい、あのゼゼ高校、結構ね、僕が言ったらあれですけども、お隠し濃い町なんです。そうですよね、あの、あ、それこそ成瀬が言ってたのがゼゼ高校、賢いですね、成瀬、賢い、あのトップなんですよ。うわ、めっちゃ賢ですよ。そう、賢いなんですよ。憧れの街ですから、ゼゼは。あ、憧れの街なんです。そうなんです、賢の街。いいとこなんですね。そうなんです、はい、学生さん多い。賢が来てたんですよ。あ、なんすね。子供たちも賢い少年ですよ。賢少年なんだ。で、ここには何がある感じなんですか。はい、はい、あの、成瀬と島崎の最寄り駅になってるんですけれども、はい、ね、皆さんをあのお待ちかねの2人が、はい、あの駅を上がったところにおりますので、ぜひ。あるんですか。あるんだ。ご本人。はい、はい、上に。上に駅を上がってもらえればなと。綺麗ですよ、なんか駅、新しくなったのかな。新しくなった、ここ。あ、そうなんです、うん、そうなんですね。で、京阪もあるんですね。京阪もある、そのアクセスとしてはね、やっぱり確かに両方行きますもんね。うん、すごい、住むには最高ですよ。あ、確かにそうか。少し下れば大津がで、まあまあ、その高校もいいとこがあって、京阪で大津にも行ける。はい、歩いていくと徐々に見えてくるものがあるんです。あ、あ、ちょっともうちらっと見えてる。なんか神社のあの歩いてる。歩いてみますかね。歩きますか。はい、これもね、龍を眺めながら。お、いや、もうちょっとちらっと見えてるもんね。登山、軽く登山。はい、あ、でも見えてきた。あ、でかいぞ。見えてきたね、書いてあるやん。ね、すごいな。あ、もう、もうすごい、もう全面だ。ツートップいますやん。本当だ、かわいい、かわいい、確かにこんなかわいいんだ。あら、これはすごい、すごい。おお、ウェルカム大看板になってまして、でかいですね。あの、作中ではゼゼから世界へになってるんですけれども。そうですよね、はい、世界からゼゼ。あ、本当だ、本当だ、こう、おいでよと。逆に、逆になってる。へえ、すげえな。ちょっとベジータだもんな、立ち方が。ね、表情も。ツンとしとるね。はあ、これはすごい。あ、あれがあるじゃないですか、あの、スタンプラリー。そうなんです、可愛く貼られてるので、もしよろしければこちらも読み取ってください。3つ目か、ようやく。3つ目。
ちゃって。もらいます。はい。いけた。ゼゼは関西難読駅名の一つです。ちなみに京都駅まで約11分で着くんですよ。うん、あ、近いんだ。そうか、まあ大津も近いから近いんだ。京阪 JR どっちも行ける感じなんですね。京阪も行けるし。ああ、確かに。住むにはいいですね。最高よ、だから。これぐらいちょっと離れておく方がもう一つ静かになる。確かに確かに、静か静かと思う。そうっす。はあ。一番目だ。うん。これはすごい。いいよね。うん。まあ、だいたい皆さんスタンプラリー一発目なんですかね、ここね、電車で来られたら。そう、スタンプも押したところで。そうしましたら、はい、この駅を降りたところから、はい、ときめき坂商店街というのが出てきました、はい、作中にも出てくる、道があるので、ぜひ一緒に行きませんか、はい、なんかゆかりのお店とかもありそうですね。ときめき坂でって言ったら2人がえっていうのがもうすごいですね、知ってんやって話すごい、そうです。ときめき坂で、なんかあれでしょ、小学校も途中でときめき小学校に変わったみたいな、なんかそう、ときめき、大丈夫ですね、フレーズが、うん、この店で出てきたので、はい、すごいな、もう滋賀の人やな、いや、だから、いやいや、めちゃくちゃ詳しいですよ、詳しく、いや、詳しくなっちゃいます、なかなかの人間で、とにかくそうですよね、詳しくなっちゃうよ、勝手に、うん、さあ、踏切を渡って、これ京阪、京阪割と、坂ちょっとなんですね、ちょっと坂ですね、いやいや下りぐらいの、もっと重きい坂だと思ってる、うん、もう結構ね、坂でポツポツお店があるのかなぐらいの、まあ、自分のね、だけどちょっと下がってるのも最初、ね、あ、まあ確かに、あ、そうか、その最初だけ、最初だけちょっと下がってる、確かに、なんでもいいんだ、うん、いやでも全然商店街だな、うん、そう思っていただいたな、うん、ワクワクする、でも何がある、楽しいな、でも何でも揃ってますね、なんかね、クリーニングもあって、病院とかもそうですけど、うん、まあそれいいね、京阪と JR 両方あるのは確かにいいですね、アクセスいいって大事ですよね、大阪も京都も行ける、うんうん、ここまで何ですか、何ですか、あ、こんなところにも、え、本当 だ、しかもゼゼからって書いてある、ゼゼから、あ、本当だ、もう全面だ、全面、島崎って結構誰でも出れて、あ、そうなんだ、半分ずつのコースもあって、あ、そのガチのフルじゃないですね、今年からですね、ゼゼのマラソンゼゼ、琵琶湖、琵琶湖一周見たこと、琵琶湖のマラソン、琵琶湖沿いなんでしょ、すごい、なんか成瀬が何言ってるか想像つく、うん、陸上部マラソンに出ようと思うんです、陸上部なんですね、確かね、中学、え、俺は無理ですよ、いやでもその短距離よりいいっすわ、短距離より長距離の方がまだいい、あ、そうなんです、まだね、なんか公園とかも出てきましたよね、バンバ公園とか、なんかどんだけ紹介してんやん、バンバ公園でできた気がする、ネタ合わせして、紹介してんすね、いや多分ね、ネタ合わせしてたんですよ、そこで漫才のこの辺りの街じゃない、やっぱ全部紹介してんじゃん、自分の思い出やから、多分超地元なんでしょうね、うん、この中でもいろんな何人か物語が書いてあるんですよ、うん、こう短編っていうか、うん、ここであった思い出、ここであった思い出を、そう、ナルセ以外の思い出も語られてるんで、大津高校か、大津高校、大津高校のグラウンド、高校か、ここは出てきてはないですかね、ここは出てきてないか、うん、こんなでも商店街の一歩曲がって高校あるんだ、不思議なお店、ケンシロウとときめき、ときめき、しりとり鍋、しりとり鍋ってのがあるんだ、そうですね、結構でもなんかご飯屋さん多いですね、なんか確かにカオスな、ね、ときめかしたな、あ、みんなもなんで僕よりがゼゼのこと知ってんの、いや今日ゼゼから来ましたから、勝手にね、滋賀の人間とかゼゼ、ロンデルメンバーの知ってる、ゼゼ案内します、案内してください、出てくればね、うん、すごいな、いやだから多分このコンビも寄ってるっすよ、ね、作中で、うん、M1 の帰り道になんかアイスかな、アイス食べてるやつ、アイス買ったんじゃないかな、いやいや、何でしょ、それは話、それはフィクションなんで、チョコミントのガリガリ君、あ、そこまで、うまいけど何してんの、一緒におったの、え、でもなんか本当そういう気持ちになりません、そう、なんか、ね、一緒にゼゼを歩いたみたいな気持ちになる、すごいな、うん、
ほどすごいな。だからどでかいドラマは起きないんですよ、そんなに。うん、はあ、だからこそそういうなんか日常的なシーンが、うわぁ、とんでもないな、わぁ、大事よ。なんか美容室も出てきたよな、美容院出てきましたね。なんかね、髪、なんか髪をね、2年間切らずに坊主から伸ばしてて、で、なんか、そう、なんか高校坊主なんですよ。なるせは。そう、変わってんすよ。で、3年間でどれぐらい髪の毛が伸びるか測りたい。みんな変わってんな。変わってんすよ。すげえ変わってんすよ。あ、でっかい看板。あら、広告募集。見つけちゃった。これもう、Google1 個1枚、ね、横に俺のこの腕組んだやつやってさ。はい、横にね、はい。これ広告。ここ横にベジータいたらめっちゃ意味がある。そう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 。ねえ、確かに。募集しますけどね。あ、書いてる。1ヶ月2万円。え、ちょっとグーグーさん頑張っていただいて。ね、チャンネルで書いとけば。ねえ、書いとけば。ね、URL とチャンネル登録お願いします。そうそうそう。でもちょっと使いすぎて半年休んでたんですよね。確かにな。1ヶ月2万か。ね、ダルセ、ダルセパワー。空いてますからね、両方。なあ。バー。ああ。おしゃれなバーもある。あれ、平野小学校じゃなかったっけ？小学校やったの。あれ？これなんか最後棒棒踊りしてなかったっけ？ああ、棒踊りだっけ？練習してたところ。なんか講習なんだっけ？うん。が合衆音頭みたいな、なんか合衆音頭してんの？いや、だって最後踊って合衆音頭すごいな。最後踊ってたんですよ、ここで。合衆音頭してんの？ここで漫才やって。いや知らないですよ。知らないですよ。滋賀県民しかない。いや知らないですよ。出てきたっていうのを知ってるだけ。マジで、はい、知らないですけど知ってるんですよ。知らないけど。どうしようも知ってんのかよ。うん、はい、あ。でも本当ここじゃない？ここでなんか打ち合わせをしたり、うんうんうん。MC やってるんですよね。あの、今の漫才の？いや、あのこのお祭りの。あ、お祭りの交渉のほうか。MC やってで最後漫才もやってのとこじゃないかなここ。そうちゃう。そうか、もう夏休みか。いや、なんかここだけやった気がするって書いてある気がするんだよな。中でやったんだろうな。こんな商店街沿いになんか全部あんだ。そう、確かに高校も全部詰まってる。これだからやっぱ住みやすいよな。うんうんうん、最高よ。だからな、学校も駅も近い。そう、不便もないし、うん、一番もいいでしょ絶対ここ。はい、そうだいぶ、はい、ごめんなさい、ここをですね曲がったところに、はあ、また成瀬ゆかりの、あのスポットがありまして、成瀬がおすすめしている、うん、パンが置いてある。パン屋さん。はい、寄り道パンさんがあるんです。出てきたっけな。あれか。出てきてないのこれ。出てきてない気がする。一作目は出てないかな。ナルセがおすすめの。ナルセがおすすめしている。でかい。塩パンというのがありまして。あ、塩パンうまいよ。ちょうどお昼頃に焼き上がるんです。すげえ綺麗ななんかパン屋さんですね。あ、なんか可愛らしい綺麗な本当に。可愛い。うん。寄り道パン。あ、やば、もう早速ですよ。もうみんなもう、あ、本当だ、早速ですよ。見つけちゃった、スタンプラリー。見ましたか。寝てるな、もう。おそうそう、かわいい。おそう、おそうしかない、これは。やっちゃいましょう、これは。そしたら、よければお願いします。いいですか。はい、行っちゃってください。先に、ちょっとじゃ、うん、もう、駆け足で、うん、早く、豆知識も見たい。あ、ください、豆知識。はい、やりました、うん、島崎の一押し。あ、島崎の一押しらしいですね。島ですね。塩パンは売り切れになることもあります。あら、やっぱそう、ファンが組んだ。そんな塩パンが人気。塩パン、ちょっとじゃあ入ってみますか。寄り道に。こんにちは。あ、こんにちは。すみません、ちょっとお邪魔しますね。こんにちは。ちょっと、あ、どうも。こんにちは。はい、来ちゃいました。はい、あ、もう中にもいっぱいありますよ。あ、本も。はい、はい。なるせは天下を取りに行くの。はい。おすすめのパンがある。あ、そうですね。はい。島崎おすすめのパン。あ、でも結構売り切れてますね。本当だ。おすすめのパン。はい。バンクの塩パン。塩パン。あ、あれですか。書いてあるやん。もう。あ、もううまそう。島崎って書いてある。一押し。一押し。本当だ。これ結構人気ですか。そうです。これを目当てに全国。全国。はい、
あ、サインもある。しかも本当だ。ほら、ここにほら、ほらほら、ロシもロシもおすすめ。え、ロシさん？ロシもおすすめ。なんで？あ、来たんですか？ねえ、お世話になりました。来たんですか？ロシ。ナルテが先に僕来てますよね。わあ、わあ、本当だ。おすすめの。わあ、え、食べました？塩パン。いただきました。あら、パンいっぱいいただきましたね。はい。じゃこの時はまだね。なかったですよね。小説も出てもない。出てはいる。だからすごい。去年か。うん。塩パンでいいですか、皆様。はい。もちろん塩パン。はい。食べたいです。結構ありますね。はい。あ、結構こう、ドス、ド、結構でかいですね。結構ドシッと。はい。本当だ。大きいね。大きい。ちょっとじゃあこれを、いいですか。初番3つ、はい、はい、あります。あ、こちらをね、はい。あ、ここに置いてある。そう、置いてるんですね。はい、これなんか50円玉8枚ぐらいある。これ何？はい、というわけでゲットいたしました。ありがとうございます。はい、お、あったら、じゃあ、食べましょうか。食べましょう。めっちゃまだコロッケしか食べてない。あ、ロシさん。そうですよ。そう。まだコロッケ。はい。あります。このまま全然味あんのかな。ね。あ、でも、うん。あ、でも表面はカリカリしますね。ふわふわだ。うん。カリッとの。ね。塩、ほんと、あ、本当に塩がまぶしてますね。塩かな。いや、塩じゃなかったな。砂糖かなとか思ったけど、塩やこれ。いただきます。はい。いただきます。うん。うわ、いい音。うん、あ、いただきます。あ、うん、うまい。むちゃくちゃしっかりついてます、塩も。あれね、バターみたいなのがちょっとじゅわっと。あ、うまい。もう我慢できなくて、人が喋ってる間に食べちゃいましたよ。いや、もう自由、そんな。あ、ほんとこれだけで食べられるわ。うん、肉がふわふわの中。うん、本当だ。あ、バター来た。バターがこう、うん、塩やから、うん、そうか。じゃあバターがいいじゅわっとね。これうまいわ。うまいですね。これ自体がもうおかずになるというか、素朴な味なん、塩とバターと。うん、まあ、ちょっと出して100点つけていい、100点つけていい。100点、はい、100点です。あ、出ました。ありがとうございます。めったに出ないですもんね、100点は。100点はないみたいな。うん。うまっ。もう行くの？どこ行くんですかね。パンはご一緒になりまして。パンはうまかった。ポイントとしてはどんなこと全然あったの？他に。いや、だからもうここで基本暮らしてるっていうか、ね。うん、やってるから。でもまだまだ、だって何出てくるか行ってないと思いますよ。行ってない。何出てきたっけな、何出てきたっけな。でも多分美容院、美容院、あ、それもここで。どうなんでしょう。マンションはもちろんあります。美容院はここなのかな。近くですか。この近くにあるんですか。本当にあれ実在のお店なんですか。そうなんですよ。そうなんですか。すごいな。あのユニフォーム着て髪を実際に切られに来た方もいるって言ってます。じゃあ私も今日。本当だ。大丈夫、切って。私昨日髪の毛切りに行ったばっかりです。綺麗なアパートが入ってる。うん。わあ、綺麗な。すごいね。まあ、もう全部がやっぱりもう入ってるね。うん。この中には。そうで、ちょっと開けて。うん、もう言ったら逆に琵琶湖側に下ってきてるのよ。あ、なるほどなるほど。琵琶湖があるんですね。そうそうそう。琵琶湖の方に進んでる。ちょっと開けて、マンション。あ、まあ、マンションがあって。本当だ。もうマンションや。うん。近いですね。あ、でも仁王の浜が書いてる。あれ、これじゃないの？あ、ここ。ここだ。え、これが何？が、成瀬が髪を切った。あ、なんだっけ、プラージュだっけ？はい。あれだ。いや、知ってるやん。いや、でも、出てるよ。出てるよ。プラージュって書いてあったよ。大きい。楓ちゃん。あー、なんか友達が。いや、紹介じゃなかったっけ。教えてもらった。はい、友達紹介、生きてる散髪やな。そう、スタンプラリー、もしよければスタンプラリースポットにもなってるんです。本当だ、はい、ぜひ。本当だ、本当だ、すごいやん。これ、だから、なんかあれですね、見えるんですね、このお客さん、切ってる感じ。それを書いてんのか、やっぱり、うん、
本の通り行きました。JR 石山駅からレストラン松木屋に向かう途中にビオプラジュ石山店もあります。あ、2店舗あるんだ。ここはゼゼ店なんだ。ゼゼ店です。ゲットしました。いや結構立派なレベル2になった。あら、やった、すげえ。やった、ありがとうございます。今200だからぐんとレベル上がるよ。今200なんだっけ、琵琶湖、200琵琶湖ダウンロード特典があるので、すでに500ビアコ持ってます。あれ、やった。何やそれ、入るのさ。すいません。そうなんですか。めちゃめちゃちょっと。なので、そろそろ1000ビアコ貯まるから。1000ビアコ。1000ビアコ、はい、すごいな。何でもできるんじゃないですか。確かに。これはやばいよ。なんか一個、設計の一つでも入るぐらいよ。ねえ。ビオスあって、ここにこういうなんか着付けっていうか、なんかドレス。じゃあ、散髪して、成人式やってとか、ここでいけるわけよ。確かに。あ、完璧やな、ひらめき。でもこっちもマンションエリアですね、完全に。でもなんか距離的に駅からもそんなに近い。近い、だからこっち住めればもうすぐ駅行って、そう、坂がきつくない。そう、めっちゃいいかも。で、学校もあのエリアに全部あるし、完璧やん。住むこと考えたらすげえいいっすね。そう、この公園とかはなんか、遊んでんちゃう？なんかでももうちょっと取り壊してる感じが。あ、もったいないな。これバンバ公園じゃないですか、大丈夫ですか？あ、あれバンバ公園出てるの？あ、書いてるの？わかんない、バンバ公園かだったらちょっとショックだったけど。いや、可能性あるよ。今工事中なんですよ。え、これバンバ公園ですか？バンバ公園。え、これネタ、ネタ合わせしてるんですか？え、そう、うん、ゼミからのネタ合わせとかです。うわ、ちょっとなんかもう、え、取り壊し？いえ、8月いっぱいまでっていうふうに聞いてますね。あ、8月いっぱいには新しくなるんですね。あ、そうなんだ。全部当たってるよ、すごいよ。当たってる。いや、だからもうギュッとしてるんですよ。本当にこの辺の話なんですよ。あ、怖いね。あ、じゃあここ綺麗なんですね。これネタ合わせ。ここにも新しくスタンプラリーだね、なんか鳴瀬のなんかパネルだなんだっていうかわかんない。だからここでネタ合わせした人が例えば M1 決勝行くとかなってくるともっと聖地が上がってくるよ。確かに、ね、おお。ここすごいな。ちょっとね、入れないの残念ですけど。すごいな。本当でも気づけてよかったですね。確かに。いや、楽しそう二人。いやいや、そうですよ。読んでよかった。ちょっと。まあ、西武百貨店の、まあ、あとのマンションでっていうか、後で。あ、伺いましょう。ここ行くんですか、はい、ここなんだ。新しいな。あ、モデルルームオープンって書いてる。最高よ。で、あっちの右手側にびっくりドンキーがあるはずなんで、そこも、あ、言ってましたよね。チーズバグリッシュの。ああ、なんか毎回頼むって言ってたやつだ。いやいや、それは、そっか。だって上の方、琵琶湖見えるでしょ、絶対。ああ、すごい近いんですよ。琵琶湖にも近くて。そうそう、ね、あの、ときめき坂商店街は個人商店だったり、はい、ほっこりしたお店が多くって、はい、古い街並み残してるんですけど、はい、この、あの、琵琶湖沿いの道は、はい、大型商業施設だったりとか、はい、そういったものがありまして、すごく便利です、その。そうですね。最高やん。で、どっち？こっち？こっちです。あ、もうなんか、あ、もうあっち琵琶湖？あ、ほんと琵琶湖ですよ。さっきの、もうミシガンも、まあまあ、この辺まで来てました。こっちが琵琶湖です。あ、てか、むちゃくちゃでかいな、このマンション。こっちもある、だってここだけかと思ったら、こっち側も全部なんか入ってた。あ、あるじゃん。スーパーもなんかイオンタウンがすごいローカルな、ね、なんかあのゲーセンいいな、あの、うわ、レジャーランドある、あれいいな、行きてー。で、メガネのミキね。いや、最高や。もう地方のゲーセン目がないんですよ、ほんと。地方のゲーセン好き。うわ、レジャーランドはいいですよ。取れるで、地方のゲーセン取れるよ。スト2ターボとかがあるかもしれない。そう、昔の太鼓の達人とか50円とかでね、あるなー。あー、ビッグドンキーだ。ビッグドンキー来てたんや。久々に見るこの大きいびっくりドンキ。ここで食ってたんだ。そうか。だからここにスタンプラリー。あ、本当だ。あ、あるあるある。いないよね。ゲーセンも行ってほしかったな、なるせ。なるせゲーセン行かねえんだよな、絶対。そのなるせはそういうことじゃないんや。9時に寝るんですよ。あ、ほなもうやっぱ。確か。ゼゼの小屋は。行きました。はい。豆知識っていうか、でも、はいはい、大津市内にはびっくりドンキが2店舗あります。2店しかない。もっとどこに。確かに。ゼゼと、もう1個あんの。っていうのを教えていただきました。どこが教えてどこが教えてくれ。あ、看板ほら書いてるんですよ、やっぱ。ほら、ナルセが決まって注文するのはチーズバーグディッシュ。本当だ。うん、すごい。
美味しいもんね。俺も頼むけどな、チーズバグリッシュ。まあね、ロッシーも頼むよって書いてきてくれへんか。そうです、自分で書いてくれ。ロッシーも頼むよ、頼むよ。結構集まりますね、ギュッと。すごいな。ああ思い出の地、ほんまさにそれ、青春、ね、青春をここ全部やったんだ。うん、はい、なんか広いとこ来ましたよ。はい、なここ、なんですか、ここは。ここはもう言った僕らの時代の時、パルコだ。ここが、だから、まあ、あっちに西武があって、パルコが、はい、おで、ここはまあ大人は西武、百貨店の若いのはパルコ。パルコはもうめっかです。今もなんか商業施設はあるんですね。ね、中にお店が入ってて、うん、はあ、おお、すごい、ちょうどちょうどだ、すごい、本当に。おお、これだ、今日はこれ見てる、すごいな、うん、うわあ、あ、ここ本屋さんがあるから。あ、そっかそっかそっか、なるほど。う、結構だ、ここはだから発信源でもある、ラジオもこうです。そう、ラジオ、ね、なんか出られることあります。おお、ファミリーレストランさんのラジオに出させていただいて。あ、すみません、芸人の。僕も家族でこっち来てた時にプラッチコートファミリーレストランやっとって、ロシさんと連れてください。ああ、そっかそっか、そう、出たんですか。そうそう、おお、すごい、それぐらい。あ、いや、本当に地元というか、はい、こちらはですね、ナルセは信じた道を行くの方で、ナルセが続編だ、はい、続編の方でアルバイトしていたお店として、モデル店として。あ、そうなんだ、はい、スタンプラリースポットにもなってますので、ぜひ見てみてください。中にどこでバイトしてたんだろう。確かにバイトできんのかな、ナルセは。はい、入ってるんですよ、あのレジで、レジ打ちたい、はい、敬語使えるのかな、ほんまに。ここでバイトするんやん、いい感じで。まあ、優等生ですからね、基本的に。優等生や、超優等生なんで。よいしょ、うん、あ、涼しい、助かる。涼しい。あ、綺麗なカフェもあったり。スタンプラリー、ちょっと探してみますか。はい、スタンプラリーぜひ探してみてください。パネルもあるし、あ、本当だ、あるある、ね、続編、うん、パネルがある、あっち。で、どっち。あ、レジだからスーパーなのかな。知ってるおばさん。お、はい、ぜひ。 あった、あれ、ガチャガチャある。あ、すごい、映画堂ガチャ、ね、系列一緒なんですね、これ。なんか名刺あるよ。あ、しかも西川貴教って書いてない。そう、滋賀といえば。本当だ、西川さんの名刺があるんだ。あの、今平和堂の頃から歌ってあるんですよ、はい。あ、ホップってなんかポイントなんかね、言ってた。うん、本当だ、すごいよ、見て、なんかいろいろ。わあ、本当だ本当だ。じゃあちょっと、うん、よ、スタンプラリーやりますね。もうでも5個目、6個目ぐらい。何個だ、結構いきますよね。いや、いってるいってる。で、ここはですね、達成しましたら、はい、スタンプラリーを達成したら景品の交換場所にもなってるんです。あ、ここで、県庁とこちらの2箇所で、はい、景品と交換できるようになってます。県庁で、はい、県庁は平日のみになるんですけれども、HOP カードはこのホップ、はい、平和堂オリジナルポイントの略です。そういうことか、平和堂オリジナルポイント、ね、あ、これか、独自ので、なんかいいの、これ。こっちは琵琶湖を貯めてるわけですからね。今、レベル3、レベル3、よし。何まである ?99 とかないわけでしょ。 1,2,3,4 あれ、もう7個溜まった。ドラゴンボールなのね、もう終わりそう。終わりだ、もう5終わりそう。琵琶湖の場合あと5個、はい、あ、6個です。でも、もう半分以上いってる、はい、これがちなみに、あの、スタンプラリーの景品のオリジナルのペーパーしおりになります。おお、いいですね、はい、おお、本当だ。ナルセと天下を取りに行くスタンプラリーっていう、あの、スタンプラリー名になってるので、ね、はい、そちらの名前が入った。ありがとうございます、はい、早速使おう。あ、いただけるんですか。やった、これもらいました、うん、やっぱもうこのね、うん、船が、いや、もうほんま、すぐ今すぐ本買わなかった。いや、そうですよ、上でもナルセを買ってもすぐこれを、ね、続編もやっぱ買わなきゃですね。確かに、あ、そうですね、バイトとかしてるならちょっと気になるな、この辺をどう言うてんねろ。うん、どこでレジやってたの、スーパーここってこと。でもスーパーの着てるから。あ、本当だ、これだ、服一緒だ、店員さんと。スーパーやってないよな、名店ですよ、滋賀といえばこのスーパー。あ、でも等身大パネル、まだあるのかな。写真撮影用の制服をお貸しします。どっかに男性あるの、本当だ、ある。あ、だからこのコスプレだ、このバイトしてた、このレジの。あっち呼んでる。何ですか、
結構遠くから呼ぶんですよ、ね、全然気づかないですね。あ、本当だ。これこれこちら等身大パネル。わあ、本当だ。わあ、本当だ。あ、なんこれ。あ、あれだ、メッセージだ。わあ、書いていきます、こんなん。おいや、すごい。あ、すごいすごい。京都から来ました、山梨から来ました、三重から来ました。スタンブラリー2回目の方とかいますよ。中国、上海から来ました。すごいな。上海、台湾。好きです。あー、すげえな。これ書きたいですね、ちょっとね。うん、確かに、ぜぜぜぜ言ってたけど、漢字で書けって言われたら、ぜぜの漢字出てこないですね。むずいですよ。難しいかも。僕も多分書けないです多分税がむずいかな。はい、書きましょう。はい、東京から来ました。ジェジェ最高。簡単やな。チャラめのメッセージを。東京から来ました。東京から来ました。はい。じゃあ私もジムにね。うん。書きました。あら、東京から来ました。初のジェジェ来られてよかったです。ああ、いいですね。ジェジェがぐちゃぐちゃになっちゃった。春用のセルテープも。あ、本当だ。あるんで。ね、はい、実家が盛山ってところ、はい、盛山から来ました。あ、ゼゼだぜと、ゼゼだぜ、ゼをいっぱい書いてありました。ひらがなで、ひらがなで。あ、急に豪華した。ちょっとグーグーの聖地にもなるわけですよ、これは。このハントリオをね、まあまあ来週ぐらいに外される可能性あります。8月でね、またね、たまっちゃうから多分そうそう、変わる可能性ありますけど。いや、嬉しい。いや、うん、これはね、よかったよかった、これで、はい、こんなとこも聖地になってる。すごい。本当暮らしに沿った、ね、そう、舞台で、ここでやってたいんだな。はい、はい、暑いですけど、もう穴場の、まあ、ビーチというか、ビーチビーチ風な場所があるので、はあ、ええ、あの、まあ、週末になんか子供の出来上がりとかするような場所らしいんですけど、はい、せっかくなんでちょっとなんか景色が良さそうで。わかりました。ちょっとスタンプラリーは関係ないですけど、はい、一回そこ行ってみて景色をね、はい、はい、行きましょうかね。行きましょう。行きましょう。わかりました。はい、はい、さあ、再び琵琶湖でございます、はい、サンシャインビーチですか。めちゃくちゃ綺麗。来た瞬間カンカン晴れですね。ねえ、すごいですよ。泳ぎたいかも。ここでもめっちゃいいですね。ねえ、もう琵琶湖やもんね、そこで。あ、もうこう鳥もいたりして、うん、なんかこんなに綺麗だと思わなかったです。なんて言うんだろう、道なんかでかい橋もあるんですね。琵琶湖に2つ橋がある。おお、琵琶湖大橋。おお、はい、へえ、はあ、で、ここで何を。あ、イベントが、え、そうなんだ。おう、おしゃれな、はい、あ、なんかいろいろありますね、氷みたいな。おう、行きましょうか。はい、でもここまで近かったですね。確かに、ギュッとなってますね。これ相当広いな。めちゃくちゃ広い。なんかね、自転車でも何でもこう走ったり、うん、最近ちょっとこんな遊べる場所少ないですもんね、最近。ね、あれ、あ、岡崎さんですか。あ、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。やってまいりました。はい、ようこそ。あ、ようこそ。来ましたね。来ましたよ。ありがとうございます。地元ですよね。僕はもう、あ、やっぱご存知ですよね。ですよね。はい、ですよね。いえいえ、もう二人が、はい、はい、というわけで、岡崎さん、岡崎です。あ、岡崎です。どこで何をされてる方なんですか、これは。ね、はい、公園を、はい、こう管理、この渚公園、サンシャインビーチっていうんですけど、はい、この公園を管理をさせてもらいながら、はい、カフェをしたりとか。カフェ、これですか。そうです、そうです。お、なんかいい感じのカフェですね。そう、あとフリースペースで皆さんにゆっくりしてもらったりとか、ドッグラン作ったりとか、今までになかった公園の楽しさを出していこうっていう風な活動をしてるものです。あら、素敵。うん、はい、それ何年ぐらいやれてるんですか。2022年ぐらいから直接中に入って。結構最近って言えば最近なんですね。そうです、そうです、そうです。
おかげさまでここの公園もね、あの、まあ、素敵な公園なんですけど、来場者数はこうどん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 こう増えていってるような感じです。なんかイベントをされてるんですか？イベントもやってます。この公園全体を使って、はい、琵琶湖とか、はい、あのこのパークとか両方使って、はい、琵琶湖も陸上も楽しめるような、はい、琵琶湖とかだったらサップって言うんですけど、人気のね、はい、スポーツがあるんですけど、立ってやるやつ、そうです、やったことあります、やったことあります、はい、サップ体験をこの琵琶湖でやったり、穏やかつもね、そうです、そうです、確かに、あとはこのパークはヨガしたりいろんなマーケットをしたりとか、家族みんなで来て一日中楽しめるようなイベントを、それもそう、あのあれです、イベントをしながらこの公園を、はい、賑やかにはいはい、行きたいっていう思いで、わあ、はい、これはいいんじゃないか、ちょっとグーグーいいですか、はい、確かにグーグーフェスありますか、グーグーフェスね、第2回ね、ぜひ向こうに稲妻ロックやりよるからこっちでね、こっちで片対側で、確かに、はい、楽しそう、何でもできそうですね、なるほど、やってみましょうよ、結構もう地元の方が来る感じですか、うん、あの地元も元々来られる方も多いんですけど、うん、僕たちがこう入らせてもらってからはSNS でね、こう結構頑張ったり発信するんで、どっちかっていうと地元じゃない方とか県外の方がたくさん週末ごとに訪れていただけるような、そんな公園になっています。なるほど、はい、綺麗というか、なんか若者向けな空気が出てますよね。そうですね、穏やか、本当に、ぜひ中見てください、見たいですね、ぜひぜひ、もういいですか、はい、なんかイベントスケジュールみたいなのもこう、すごい、まあ、学校にあるやつ、あ、ほんとだ、まさにその通りで、学校にあるやつを拾ってきました、もらってきました、そうなんですね、はい、うわ、いいですね、ちょっとこうレトロな感じもちょっと残しつつ、暑いからね、ここで進めるわけですよ、いや、安いですね、400円とか、本当だ、なんか300円とか安い、遊びも置いてある、子供もフラフープあるわ、これ50ですか、これ50、もうここで遊べと、そうです、そうです、あら素敵、今真夏なんでね、ちょっと昼間はあれですけど、暑すぎるっすね、春秋はやっぱりね、子供たちもキャッキャ遊んでます、最高や、あれがドッグランか、あれはね、ミニ6層です、ミニ6層です、もう休んじゃってる、最高ですよ、めっちゃ琵琶湖見ながらだって一回座ると立てなくなるっていう、これ何、なんか意外と安心感というか安定感すごいですね、これ、あ、16がもう、やばい、座れるわ、ほら、いや、あっち見てくださいよ、あっち側、これ確かに座れるな、なんか、ちなみに大人の特等席はここにあるこの椅子に座って夕方にビールを飲む、横になんかちょっと小テーブルあるじゃないですか、そうそうそう、気持ち涼しいしな、なんかこう座ったらちょっと琵琶湖沿いなんでね、風はね入りますよね、ああ、いいですね、いいのもらおうかな、ははないかな、どうだろうな、はい、この椅子めっちゃいい、いや、これね、部屋に欲しいぐらいね、はい、はあ、ね、ちっちゃいし最高の椅子、なんかパッと見座りづれんのかなと思ったけど、ね、いいですね、めっちゃ簡単ですけど、めっちゃリラックスできる、はあ、これいい、で、あれがあのトレーラーハウスが、はい、なんかあるやん、トレーラーハウスがカフェスタンド、もうなんかツナチーみたいなの書いてますね、あるじゃん、人気の商品ですね、おお、おしゃれな、おしゃれな、ちっちゃいコンテナ、あら、かわいい、カフェのマスターです、こんにちは、あ、こんにちは、あ、いい、かき氷とかいいよ、めっちゃあるじゃん、ツナチーって何、ツナチーはね、ツナ&チーズトーストです、ピザみたいな、そうです、そうです、がっつりトーストみたいな、スニッカードッキーです、うわー、うわー写真撮りたくないやつだ、で、この時期はね、うちが人気なのはやっぱり昔懐かしいザクザクかき氷、あ、なるほどなるほど、そのかき氷と人気のソフトクリームが一緒になった両方のやつっていうのも人気です、うわ、はい、両方のやつもうそのまま、そのまま名前になっちゃう、欲張りだ、なんかフリースペース、カフェ、そうなんですよ、中は、はい、あのもう完全にフリースペースで、もちろんカフェ利用なくても皆さん使っていただける、別に注文しろっていうことでもない、全然フリースペースです、あら、はい、これももともとこの公園の管理棟だったのを僕たちが中に入った時にフリースペースにも変えてしまった、もともと皆さんが使っていいスペースだったんですけど使われてなかったんで、なるほどなるほど、使ってもらえるようにっていうのでフリースペースに DIY で変えました、うわー、はい、はい、これは確かに入りやすいというかね、あ、もうここも皆さん自由にで、カフェとかもあるから、はい、飲食ももちろんできるし、そうです、冷房がなんです、あら、あ、いいスペース、いいやな、涼しい、フリーなスペースいいな、あ、涼しい、涼しい、めちゃめちゃいいスペース、本当だ、いろんなけん玉もして遊んでもいいし、
カウンターもあるし、あでも雰囲気もいいですね。そうでここはねフリー Wi-Fi とかも通ってるので、例えばちょっと前とかだったらリモートワークで使われてることもありましたし、あれに尽くせるじゃないですか。安全ですしね、学生が勉強してることもあるし、あそう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 で、なんかちゃんと観光案内というかね、グルメマップだこう。今ね、ちょうどね、もうすぐね、もうすぐ、まあ、花火があるんで、花火が、はい、見えます、ここから見えるらしいです僕まだ見たことない、まだそこ見たい、私ここでは見たことないんですよ。なるほど、いつも違うとこ行ってるんで、あっちや、あっちや、あら、これは素敵、はい、これ DIY でみんなでね、かわいいですね、変えちゃいました。はい、けん玉とかもあるんですね。これ何なんだろう、これ何、これはね、子供たちがね、足を引っ張ってジャンプして、僕できないんですけど、ジャンプして、ね、こういうやつなんだっけ、なんかあったな、あった、懐かしいな。そう、昔遊びにつって、基本的にこういうなものとか、縄跳びとかけん玉、フラフープとかを遊んでもらおうっていうのは、まあ僕たちのコンセプトで、はい、素敵ですね、はい、これはすごいな、なんて素敵な真珠あるね、真珠持ってんだ、琵琶湖、琵琶湖真珠、琵琶湖の真珠、琵琶湖って真珠が実はね、めちゃめちゃ昔は有名やったんですよ。そうなんですか。一回絶滅しちゃったんですけど、今国がサポートして今復活を目指してて、徐々にこうできてきてて、綺麗な真珠ですよ。でこの作家はその琵琶パールを、もう本当にハンドメイドアクセサリー感覚に近い価格で提供することによって、琵琶パールをもう一度広めようっていう作家はですね。すごいな。え、めっちゃ安い。確かになんかね、え、300円なんですか。あら、ご真珠が。わ。そう、あの本当のね、ビワパール、本当のというか、あの宝石屋さんで売ってるビワパールっていうのはもうジュエリーなんで何十万しちゃうんですけど、それをまず入り口としてもう数千円に近い価格で提供して広げていきたいっていう作家の気持ちでできたブランドですね。はい、高すぎるとちょっと受ける気を。そうですそうです。はい、はい。はビワコモチーフのイヤリング、これね、めっちゃ人気なんですよ。ああ、本当だ、めっちゃ人気なんですよ。いいじゃないですか。リョウみたいなビワコヤリング、 T シャツもビワコのマスカーですね。これもう、はい、すごいですね、2年でよく仕上げましたね、はい、この、まだ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 あまだ国会仕上げていくんで、はい、なんか計画とか今後こういうことしていきたいみたいな。いや、もっとね、いろいろ今まだできないことも一個どん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 増やしていって、はい、僕たちもそのコンセプト、公園のコンセプトでもある、はい、あったらいいなを形にする公園っていうのをパーフェクトには近づけていきたい。あら、まだまだ発展途上、すごいですね。もっともっとみんなが楽しめる公園にしていく予定ではあります。なるほど、こういう大人になりたいです、ね、そうやで、ありがとうございます。大人になりたい。いやー、すごい、これはすごい、うん、と貴重な話を聞きました。そんな熱い中ありがとうございました。はい、はい、ちょっと今後もお世話になる可能性もあります。もうぜひぜひ琵琶湖に来たら寄りますはい、お願いします、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。一箇所目でこんなにゆっくりしてるんですよ。大丈夫ですか。立ちたくないんですよ。もっとすごいのあるよ。何なの。トイレ。ちょっと待って。誰が見に行ったの。買うお店か。これは勝者の景色だな。ね。しかもなんか湖だからなんか錆びたりしないとか。あ、そうか。潮風で。潮風じゃないから。バイバイ。これご褒美を。